ファンの皆様、おはようございます。ボートレースからつロングランの7日間シリーズでお送りしていますボートピア三日月開設22周年記念、本日は予選の3日目です。昨日の2日目のオーバー35ドリーム12レースは高枠の島川光雄が逃げました。前半レースは大逆転の1着で、昨日は見事連勝の島川、シリーズ唯一オール2連単をキープしています。モーターも伸びの上積みが図れて今後も期待。その他でモーター上場の動きは川上武史と松田大志郎の福岡勢。さあ今日は誰が目立った走りを見せてくれるのか、どうぞ3日目の熱戦ご期待ください。それでは朝一戦第1レース、メンバーは1号艇広島村松修司、2号艇岡山金田大輔、3号艇山口坂野康明、4号艇岡山田中健太郎、5号艇山口上村慎太郎、6号艇香川川上哲也、以上のメンバーです。枠なりの待機となっています。1号艇の村松がイン1コース、人気を集めて登場です。2号艇の金田、3コース3号艇の坂野、いいスタートを決まっています。引っ張って4号艇の田中健太郎、峰竜太選手の優勝モーター、そして5号艇の上村、6コース6号艇の川上哲也。1号艇の村松はエンストをしました。スタートしました第1レース、1号艇は大きく遅れています。さあ5艇のスタートはしっかりと切れていまして、1周1マークは4号艇の田中が指して旋回しましてトップに立ちました。ただいまのスタートにおきまして出遅れです。1号艇の村松修司が出遅れのため変換欠場、出遅れのため変換欠場となりました。1号艇の村松修司は出遅れのため変換欠場となっています。1番に関する投票券は発売額と同額で返還いたします。どうぞお手元の投票券大切にお持ちください。4号艇の田中健太郎がトップです。2周1マーク4号艇の田中、そして2号艇の金田が2番手、3番手は3号艇の坂野と続いて向こう正面へ。上位の体型は4番2番3番です。4番手が6号艇の川上哲也、そして5号艇の上村慎太郎、2周2マーク4号艇の田中、2番手2号艇の金田、3番手は3号艇の坂野とホーム側です。上位の体型4番2番3番、レースはこれから最終周回です。なおこのレース1号艇の村松修司が出遅れのため変換欠場となりました。1番に関する投票権はどうぞ大切にお持ちください。最後のバック4号艇の田中健太郎、2番手2号艇の金田大輔、3番手3号艇の坂野康明、4二3、この組み合わせ3連単のオッズ 30.2 倍を示しています。最終ターンマーク4号艇2号艇3号艇とホーム側に折り返してきました。第1レースまもなくゴールを迎えます。先頭4番ゴールイン、2番ゴールイン、3番ゴールイン、5番ゴールイン、ラスト6番ゴールインです。第1レースの確定は1着4番、2着2番、3着3番、以上でした。